皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはこちら。はい、ニッパーです。でもこれただのニッパーじゃないんです。光造形サポート材用ニッパー。そう、実はこちらのニッパー、光造形 3D プリンターのサポート材をカットする専用のニッパーなんですね。いや、サポート材用っていうところが気になりますよね。他のニッパーと何がちゃうねんと。裏面を見ると刃を入り組んだ箇所に差し込みやすく、視界を遮らず作業が可能と書いてありますね。製造は株式会社マルト長谷川工作所さん。そしてこちらが Amazon の販売ページになります。お値段5256円とね、結構ニッパーの中では高額な部類。商品の仕様がこちら。カット対象は UV 硬化レジン、主に直径1ミリ以下のサポート材のカットを目的としているようですね。はい、ということで今回はこちらのケイバ光造形サポート材用ニッパーを試していきます。本体はステンレス製、デザインも非常にスタイリッシュでチープな感じが全くしません。持ち手の方はラバーグリップにはなっていないんですが、平面に加工されているので見た目以上に持った際の収まりはいいですね。バネはこのように持ち手側に固定されているタイプ。バネは少し固めに感じました。ここは好みが分かれそうなポイントです。では他のニッパーとの違いも比較しながら進めていきましょう。こちら普段使っているオーロックスの超極薄刃ニッパー、そしてタミヤの先細薄刃ニッパー、こちらは両刃ニッパーですね。オーロックスも比較的小型なタイプなんですが、それよりもさらにね、小型ですね。刃の先端も光造形用ニッパーの方が細く尖っています。横から見るとこんな感じ、結構差がありますね。お次はタミヤと比較。刃先はどちらも細く尖っていますが、サイズの方、光造形用ニッパーの方が一回り小さいです。そして横からとは言うてもですね、どれもしっかりとした作りのニッパーなので切れるっちゃ切れます。問題は使いやすさ、取り回しですね。例えばこのようにサポート材が密集したモデル、このような場合大ぶりのニッパーだと刃を入れるのも大変ですね。かなり密集している部分はオーロックスのニッパーだとちょっとね、刃が届きにくいです。タミヤは先が細い分なんとかね、刃が入りそうです。そしてサポート材用ニッパーも先端の細さ、そして小ささを生かしてしっかりと刃を入れてカットすることができました。このような奥の方にあるサポート材のカットにもいいですね。刃の部分全体が小さいので、このようにね、内部の方まで結構ね、突っ込むことができます。特にプラモデルだとこのようにランナーが平面的なので、カットする位置も表面的な部分にありがちなんですが、 3D プリンターの場合は手前から奥の方までサポート材がね、かなり密集する場合も多々あります。奥の方をカットしたいけども刃が入らない、そんな場合は手前の方から切り崩していくんですが、そもそも奥の方まで刃が入れば切り崩していく量も減って作業効率もアップします。この程度の隙間なら奥の方のサポート材も簡単にカットできちゃいますね。はい、このように裏側から見ると刃がどのようにね、入り込んでいってるのかがよくわかります。どうでしょう、内部の方にはまだサポート材が結構残ってるんですが、グイグイっと強引に入っていくことができています。ではモデルの表面ギリギリでカットした際の違いも見ておきましょう。こちら手前3本のサポート材、右からタミヤ、そしてオーロックス、そしてサポート材用ニッパーでカットしていきます。ではタミヤから、そしてオーロックス、こちらはぬるっと切れる系ですね。そしてサポート材用ニッパー、どうでしょう、ちょっと分かりづらいですが、右側のタミヤと左側のサポート材用ニッパー、こちらは両刃なので少し残りがあります。それに比べて真ん中のオーロックスは片刃な分、少しね、攻めたカットができています。カットしたサポート材の断面をチェックしてみます。こちらはオーロックスの片刃ニッパー、ぬるっとカットできました。片刃らしく断面も平らです。そしてタミヤの両刃、若干凹凸あり。そして両刃のサポート材用ニッパー、同じ両刃同士、タミヤと断面は似ています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はケイバ光造形サポート材用ニッパーご紹介しました。加えて2種類の異なる特徴を持ったニッパーともね、比較してみたんですが、確かにサポート材用ニッパー、サポート材をね、カットするということに関してはよく考えて作られてるなというふうに思いました。使ってて一番いいなと思ったのはやはりサイズ感。おそらくサポート材の除去にニッパー使われてる方は、あとちょっとね、あとちょっとこう刃が入ってくれればっていうケースあるかと思うんですが、そういうかゆいところに手が届くようなニッパーなんじゃないかなというふうに感じました。ただその一方でやはり必須ではないのかなというふうにも感じました。あくまでサポート材除去にこのニッパーを使わなければならないというわけではなくて、このニッパーを使うことでさらに楽になるかもしれませんよという商品なのかなといった感じです。あえて楽になるかもとね、今言ったのは、まあ、こういったね、道具ってやっぱり人との相性結構あると思います。個人的にはかなりね、使いよかったので今後も使っていこうと思うんですが、
ただ1点だけバネがちょっと硬かったかな。もうちょっと軽い力でカットできたら自分的にはね大満足でした。あとお値段ですね。やはりちょっとね5000円以上となってくるとお高いなっていう風に感じる方多いかと思います。今回使用したオーロックスのニッパー、こちらね超極薄ニッパーとなっているのでちょっとお高い方になります。それでもだいたい4500円から5000円いかないぐらいですかね。そしてタミヤの先細薄刃ニッパーの方はだいたい3500円前後かな。ただこのようにオラーってサポートをむしり取るっていう人にとっては重要度が低い工具になるかなとは思います。皆さんそれぞれやり方のスタイルは違うはず。もし購入を検討されている方はぜひ今回の動画も参考にしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。